いただきます。召し上がれ。まずですね、こちらマンゴーかな、マンゴーちょっと食べてみます。いただきます。うむ、うん、うん。続いてのコーナーはこちら、クリアチームのおうちゃんですね。こちらハローハピのスマイル、うん、満点サラダ。満点サラダです。ではいきますよ、はい、よーいスタート。はい、見てください、このカラフルなね、お皿の中身を。いや本当に具材がたくさん入ってまして、多分これ果物とかも入ってますね。ちょっとまず早速それでは食べてみたいと思います。はい、いただきます。召し上がれ。まずですね、こちらマンゴーかな、マンゴーちょっと食べてみます。いただきます。うむ、うん、あ、マンゴーです。マンゴーフレッシュでトロピカルなマンゴーと、なんか今口に、え、なんだろう、シーザーサラダのドレッシングみたいな味のドレッシングが入ってて、あのこのマンゴーとチーズって一緒に食べたことないと思うんですけど、非常に合います。とても美味しいです。ちょっとそうですね、すごいトマトとかアボカドが入ってまして。お、アボカド人気ですね。すごい美味しい。見てください、43鶏肉が入ってます。美味しい、最高。イエーイ。はーい、ということでハローハピのスマイル満点サラダ、チキンやアボカドがいっぱいよ、マンゴーも入れてみたわ、これでみんな笑顔になれるわねっていうことなんですけど、笑顔になりましたか？めっちゃ美味しい。よかった、はい、ということで、2人ともいかがでしたか？はい、ということで、判定はですね、あのココスの方がしてくださるということで、それでは結果発表です。やるか、勝者は、その手はロゼリアチームです。やったー、おいしい。はい、ということでですね、なんとめっちゃおいしい、デザートメニューです。じゃじゃーん、こちらはですね、こちらはですね、ご褒美、ロゼリアの本格ハニーティーパルフェでございます。ゆきなさんがですね、はちみつティーの魅力を全力で表現してみたわ、アールグレーの香りと食感を楽しんでほしい。ゆきなさんです。ゆきなさんです。欲しい。はい、ということで、ではこれどうしようね。いいですか、じゃあのんちゃん食べなよ。いいんですか、ねえ、さすがに2人で一緒に食べるのはちょっとこのご時世あれやから。確かに、うまそう。え、ちょっと待って、でも食べたいですか、全然。いや、このミント欲しい。いいですか、ミントで。え、じゃあちょっと私、うまし、いただいてもよろしいですか。いただきます。一番下が何入ってるのか、なんかちょっと味が想像つかない。蜂蜜かな、蜂蜜、下に溜まっておる。ハニーティー、パルフェですもんね。蜂蜜、バニラアイス、アールグレーの茶葉、ホイップ、フルーツグラノーラ、ミックスベリー、パンナコッタ、アールグレイゼリー。アールグレイゼリーじゃない、ゼリーなんだ。ちょっとじゃあいただきます。召し上が、はい、うん、うん、なんかすごい香りがします。何の香り？あのね、紅茶のなんかダージ、アールグレイ、アールグレイですね。アールグレイか、アールグレイの香りがめちゃめちゃ深くていい香りがして。確かに、なんか黒いつぶつぶは何ですか？これは、あ、これあれだ、お茶っ葉じゃないですかね。お茶っ葉、お茶っ葉なんだ。うん、多分、あ、茶っ葉だね、本当だ。これは多分アールグレイの茶葉が、茶葉ですね、振りかけてあります。すごい、うん、なんかおしゃれな、おしゃれだ、おしゃれな味です。なんかロゼリアさんぴったりな、うん、いや、蜂蜜もすごく合いますね。いや、いいですね、止まんない、止まらない、めちゃめちゃバカ、めちゃめちゃ褒めている。ということでですね、じゃあ、ましろちゃんのクリアファイルゲットしたところで、勝者はロゼリアチームになります。はい、こちら勝利したロゼリアさんたちにはですね、ラスの最強ミルクココッシュホットハチミツ添えと、アフターグローのロックンロールミルフィーユが出されます。2個も、え、待って、2つもデザートあるの、いいな、すごい、はい、じゃあもらいますね。わあ、やっぱ締めにはデザートですよ。デザート、ね、おいしそう、ココッシュ、ココッシュ、あったかい、うん、そ
あと2つ、うん、わすごい、なんか焦げ立ってる。え、おいしそう。わえ、めっちゃ豪華じゃないですか。じゃあ、いただきます。はい、じゃあちょっとぜひ食べていただいて、はい、食レポします。え、ね、ミルフィーユめちゃくちゃ、どうやって食べればいいんですか。なんかナイフいる？あ、ナイフ1個ありました。すごい、久しぶりに食べる。いただきます。いただきます。どうぞ。ちょっとじゃあこの上のまずチョコレートかな。ね、アイスと一緒に食べよう。チョコレートからいただこう。ココシュって何なんだろう。パイ生地みたいな感じかな。パイ生地。じゃあまずでもなんかふわふわなの。いただきます。チョコレート。あ、はい、アイスと、うん、それのなんか温かいホットソースみたいなやつは何だろうか。ブラウニーですね。ブラウニーがある。うん、すごい、おいしい。うわー、では黒丸さんの方もどうですか。はい、いただきます。かわいい。おいしそう。バニラアイスとベリーがおいしいです。いやー、悔しい。悔しい、はい、ということで皆さん対決はここまでになります。はい、はい、以上ラウクレブルーレイ発売記念コラボメニュー争奪バトルでした。はい、おいしいね、コラボメニュー。おいしい、おいしい、ポテトめちゃくちゃ美味しかったですよ。ザクザク、おいしい。オムライスめちゃくちゃおいしいの。いや、この時間マジで本当お腹空く時間だから嬉しい。最高、幸せ。幸せ。パイ生地もおいしいです。ねえ、これ一番大丈夫ですか。食べてていいんですか。食べてていいの。え、さなきちゃんこれすごい辛くておいしい。食べたい。いっぱいおいしいです。後ほど。あ、いいんですか。なるほど。じゃあ、はい、いただきます。ちょっとメニュー、あ、メニューなかった、すいません、あ、ごめんなさい、すいません。他に何があるんですかね。他は、でももう今日は全部登場したかな、贅沢な一日だね。そしてですね、なんとまあクリアファイルがね、もらえたりとか、対象メニューをね、注文された方は、あとね、抽選でね、ウェブ抽選があって限定グッズが当たりますよ、あります。そしてカルパでクリッパークリスマス限定セットなどなどいろいろありますよ。皆さんぜひぜひ楽しみに。楽しみに。はい、ということで、それではバンドリ TV ライブ2020、今回のお相手は、氷川さよ役の工藤遥香と、はい、白金凛子役の須崎香音と、はい、ロット役の小原莉子と、マスキング役の夏目でした。はい、この後 YouTube バンドリチャンネルや東京 MX 他にて23時からアニメバンドリーの再放送が始まります。ぜひ皆さん見てください。それではせーの、バイバイ。